俺は罰を受けなくてはならない。携帯のカメラがフラッシュするたびに校舎の壁を白く照らし出す。ここは無人だ。ただ俺と彼女だけがいる。またここに来てしまった。どんな精神状態なら同じ人間をここまでできるんだ。だがこの造形はどうだ。これには誰かの意志が、情熱が宿っているじゃないか。確かに動物の中には食うためでなく遊びのために他の動物を殺し死体を放置する者もいる。ライオンや猿やイルカのように社会性の高い動物の群れでは差別や虐待もある。だがそういう他者への攻撃衝動を作品にまで高められるのは人間だけだ。本当にそれだけの理由か。ここは死者のパーティー会場みたいな場所だ。凄惨な遺体は他にいくらでもある。それなのに
どこの誰かもわからない。こんな死体に、なぜ俺は。教えてくれ。君は誰なんだ。もうそんな時間か。マユを探さないと。あいつは俺がついてないとダメなんだ。そういえば持田の妹、あの子はどうしているだろうな。さっき俺はついあの子を追い回して怖がらせてしまった。まるで自分の中で別の自分が目覚めつつあるような、そんな感覚だ。ダメだ、こんなのは俺らしくない。この悪夢みたいな場所のせいか。携帯に保存した画像や動画は全て消しておかないと。彼女の姿も。ヘニー、投稿みんな、やっぱもろに落としちゃった。平気かな携帯。最悪、ストラップ壊れたし。ここにも誰もいない。みんなどこにいるんだろう。ついさっきまで生徒会室にいたのに。やっぱりあの幸子さんのおまじないが原因なのかな。ここはどう考えてもいつもの学校の中じゃない。生徒会の仲間とクラスメート数人で例のおまじないをして、多分私は貧血か何かで気を失ってしまったんだと思う。目が覚めたらこんな気味が悪いところにいた。友達の姿はどこにもなかった。最初は瞳子たちのいたずらだと思ったんだけど、どうもそんな雰囲気じゃない。
怒っても、叫んでも、さすがに怖くなって、もうやめてと頼んでも、誰一人現れない。なんだか、悪い夢を見ているみたいだ。むしろ、夢であってほしいと、心から思う。一人でこんなところにいるなんて、我慢できない。とにかく、誰かに会いたくてたまらない。せめて、私の名前を呼んでほしい。私は山本美月。白檀高等学校の2年生で、生徒会の初期。私はここにいるよ！みんな！